大谷翔平選手、6試合連続欠場に世界から呆れの声、ネビンの発言はもう信用できない。海外の反応、大谷翔平選手は今日もスタメンを外れ、これで6試合連続での欠場となりました。右脇腹痛も軽傷という報道がされ、今日こそ出場かとここ数日期待されていましたし、一昨日の試合前にはグラウンドに顔を出し、ケージでスイングをした後軽いダッシュを繰り返すなど復帰の期待は高まり、昨日の欠場についてフィル・ネビン監督は、相手は難しい左利きの先発投手だし、明日の方が戻ってくるには良い日だと思ったと明かし、今日はまだスイングしていない、この後バットを振るだろうけど無理はさせず、明日帰ってこれることを期待している。昨日はまだ何か違和感を感じたようだったから、今日は休むべきだと私が判断した。彼とは話していないが、今無理する必要はどこにもない。この時期は誰もが何かしら痛みや疲れを感じている。もう一日休んだ方がいい。悪化させるようなことはさせない。翔平が明日球場に来てスイングして問題がなかったらラインアップに入れる、戻りは近いと語り、明日の復帰を示唆していただけに、今日の欠場には正直驚きました。ここ最近はもうチームの勝敗はどうでもよくて、大谷翔平選手だけを楽しみに見ているという人も多かったと思いますし、今日こそ復帰かと思っていただけに、がっかりした人も多いのではないでしょうか。なお今日の欠場についてフィル・ネビン監督は、一日様子を見る状況、もう一日必要だ、彼は今日も大丈夫と言っていた、多分もう一日あればいいだろう、もしそうでなければシアトルで月曜日だろう、私が今言ったように日々のチェックという状態だ、今日は彼ができる範囲のさらなるアクティビティをすると聞いているが、今日は出場させない。我々の両方がそれについて話し合った、両者の判断だが、彼が多分もう一日必要だと言ったと、大谷翔平選手自身からの申し出もあったことを明かした上で、明日か明後日の試合出場を示唆しました。とは言ってもここ数日、もう一日あればいいだろうという趣旨の発言を続けているので、どこまでこの発言を信じていいのか。これには世界から怒りを通り越して呆れの声と心配の声が上がっています。またあと一日、そうやって大谷が出場すると期待させて集客したいだけなんだろう。おいネビン、どこまで大谷を使い倒す気なんだ。大谷からの申し出が事実とするなら、もう今季は終了して早めに治療する方が良いんじゃないか。明かされていないだけで、思っているより怪我の具合が悪いのでは。翔平、本当に大丈夫。もう無理しないで。これ以上怪我なんてことになったら、私の心が持たないわ。ネビンの言葉を信じて、日本からわざわざ大谷を見ようと球場に詰めかけている日本人ファンのことを思うと、かわいそうでならない。日本人ファンも、エンゼルスに嫌気がさしているだろうな。本当に申し訳ない。ネビンも大変なんだろう。チーム首脳陣から言わされてるんだろう。もしかしたら本当は負傷者入りさせたいけど、本人が了承しないのか、それとも GM か、何かしら難しい状況にあるんだろう。ネビン、お疲れ。まああと1ヶ月でお前は自由の身になるから、せいぜいこの1ヶ月頑張れよ。いろいろ話が不自然で、どうにもすっきりしない。一つ言えるのは、故障者は無理に試合に出てはいけないし、使ってもいけない。個人記録のためか、興行のためか、決まらない肘の治療方法の猶予のためかはわからないが、出場を示唆して無駄に引っ張り続ける今の状態は、闇深さを浮き彫りにするだけでよくない。さて、もう伝える必要はないというコメントもありますが、記録として簡単にチームの現状をお伝えすると、今日試合前時点でエンゼルスは今季 87.6% の試合を消化し、65勝77敗、ア・リーグ西地区5チーム中4位、ワイルドカード順位は圏外8位、プレーオフ進出ラインといわれる90勝に到達するためには残り20試合全勝しても届かず、ファングラフスが算出しているエンゼルスのプレーオフ進出確率は 0.0% と、エンゼルスの9年ぶりプレーオフ進出はデータ的にも完全についえました。そして大谷翔平選手、一時はサイ・ヤング賞最有力にもなり10勝を挙げた先発投手が、 MVP、 ホームラン王は固く、打点王の可能性もあるという素晴らしい成績を残しています。もう成績云々より肘の状態など心配なことだらけですが、いずれにせよ2023年は WBC から始まり、大谷翔平選手には本当に夢を見させてもらいました。今季あと何試合出場するのか分かりませんが、一試合一試合大事に応援したいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。